So now we will move to session 4. それではセッションの4を始めたいと思います。持続可能な経済成長です。それでは皆様拍手でお迎えください。大阪市長松井様。アンバサダーノーマンデン。モントリオールから、ノーマンデン大使、そしてヒューストンのオルソン様、リアド・アルファリス名市長、そしてジェフ・メリット様、WEF センター for IR ロボット、そしてスマートシティ担当、 IoT 担当でいらっしゃいます。 Good afternoon. 皆様こんにちは、ジェフ・メリットと申します。 IoT の担当です。ロボティクスマートシティ担当、世界経済フォーラムから参りました。これちょっと変わったセッションなんですけれども、我々今年のG20 大阪サミットのホストだけではなく、来年の G20 リヤドのホストでもあります。そして北米の2都市がまさに本当に素晴らしい経済成長を遂げています。そしてこのセッションの中では、いかに我々が都市、将来の都市を作っていくかという話をしたいと思います。そして非常にたくさんの課題、そしてチャンスもあります。そしていかに我々が経済成長させ、そしてこれから強靭なテクノロジー、そしてまた人口動態の変化についていくのか、そしていかに我々の都市を安全にしていくか、そして効率的でクリーンにするか、そして繁栄する多様化したコミュニティを作るのか、そして有能な人材をいかに魅了するかということであります。そしてその中では経済的なサステナビリティだけではなく、環境的なサステナビリティ、そしてまた社会的な政情不安などを取り除くということ、そしてこのような疑問を答えるために、まず世界の状態を見ていきたいと思います。洗礼のない期間のこのような変化が起こっています。そしてまた今この時代は非常に多く都市化が起こっています。これは世界中で起こっています。そして先ほどお話がありましたように、300万人の人たちが都市部に毎週移住しているということです。このような都市化というのは均一的ではありません。世界のどこかでは非常に早く都市化が起こっており、そして縮小されているところもあります。そしてまた非常に大きく都市の分断があります。メガシティ、今日明日、そしてまたその他の世界も大きくなっています。人口動態的だけではなく経済的な問題にもなります。経済の規模、スケールというのは本当に重要なんです。そしてパネル検査もありましたけれども、その中でやはり気候変動の盛り合いも取り上げられました。そして我々は消費というものも考えなければなりません。生産だけではありません。これは単なる環境問題だけではありません。経済問題にもつながります。そしてまたますます不平等、そしてまた資源が非常に個々の小さなセグメントに、そして企業に集中しているということもあります。社会問題だけではなく経済的な問題にもつながってきます。そして最後になりますが、テクノロジーが我々の世界をひっくり返すぐらい大きな変革を起こしています。我々は第4次産業革命と呼んでいます。そしてこのような過去の技術の進展というのは、一つの技術だけではなく、例えば蒸気機関車、そしてまた電気、そしてコンピューターの台頭だけではなく、今非常にたくさんの技術が進展していて、例えば AI ですとか物の IoT、 バイオテックなど、これによって我々の生活が変わっています。そしてさまざまな経済、そしてまた産業界も変わってきています。そして仕事の将来も変わってきます。この4つの都市化、そして気候問題、そしてまた不平等、そして産業革命の問題は全てつながっています。ですから包括的なアプローチを取らなければなりません。そして経済発展に対処しなければ失敗してしまいます。私は自分の子どもにこういった思いをしてほしくない。皆さんも同じだと思います。ということでこのパネルを開始したいと思います。まずリヤドの市長お願いいたします。リヤドというのは
アラビア砂漠の真ん中にあります。そして経済成長をこの10年非常に大きく遂げています。非常にユニークなこの経済成長のドライバーというのは市長としてどのようなものがあると思いますか。まず一番最初にジェフさんありがとうございます。今回このモデレーターとなっていただいてありがとうございます。そして東京都知事小池知事にもこのようなサミットを企画していただきありがとうございました。そして我々このような問題のテーマをもう数ヶ月話し合ってきました。そしてこのサミットの準備をしてまいりました。リヤド市はお話しありましたように非常に迅速に成長しています。今の人口は今650万人います。そして70年代の真ん中では400万人でした。ですから非常に迅速に成長している都市と言えると思います。60年代の終わり、そして70年代の半ばにかけて我々はこの都市、ちっちゃかったんですけれども首都戦略というものを作ってきました。そしてその時例えば計画が終わるまでには高成長率を遂げ、そしてその時に仮定した率よりも高い成長率でした。74年にキングサルマンですけれども、フレア氏のガバナーでもありましたが、このリヤドの成長ということでコミッションを作りました。そして全ての当局が集まってさまざまなこの都市の側面から、例えば市長もそうですけれども、そしてまたいろいろなサービス、そしてセクターが集まって主な役割としてそのような戦略的計画をコーディネートし作りました。そして93年ですけれども、 RDAというこのリヤドのハイコミッション組織がこのリヤドの中期計画を作りました。その中で都市2030年のビジョン、そしてビジョン2050年を作りました。その中ではいろいろなプログラムを作りまして、この首都戦略計画も例えば100ぐらいのプログラムがあります。規制から実行からいろいろなものがあるんですけれども、そのうちの一つは今日の午前中いろいろなディスカッションで取り上げられました環境問題であります。環境問題は本当に重要です。そしてまた特にさまざまな委員会を持ってこの環境問題を追っていかなければなりません。そして戦略計画を持ってこの環境問題に取り組むことにしました。例えば廃棄物管理、そして大気汚染などなどです。もう一つのプログラムとして600万人の都市として始めたのは輸送機関のプログラムです。今朝もお話ありましたように非常に多くの都市に環境問題が非常にあります。そして車社会では公共輸送機関というものも考えなければなりません。リヤドは非常に車社会です。ですから我々の課題というのはいかに公共輸送機関のプログラムを作るかということ、そしてそれによって自家用車を減らし、そして公共輸送機関を増やすかということであります。その中には6つの要素があります。まず一番最初が道路網です。ご存知だと思いますけれども、リヤド、そしてその他の王国の都市と同じように公共輸送機関がリヤド市内で非常に広がっています。また後ほど話しますけれども、またそういった交通管理というのも非常に最適化されています。このような輸送機関のネットワークが都市にできています。そしてそのような戦略的計画があるわけですけれども、そこからこの輸送モードによって都市と都市をどうつなげていくのか、そしてもう一つは金融のモデリングであります。そしてまた人々の協調です。そして2013年政府がリヤド市を全市で輸送ネットワークを作るということを承認しました。その中では6つの路線の地下鉄が走ります。
160キロ、そしてまた85の駅があります。それをサポートしているのが市の中の市バスのネットワークですね。そして BRT のライン、そしてフィーダーラインというのもあるんですけれども、それをつなげることによって一番近い駅まで連れてってくれるというものです。それをすべてつなげてリヤドの環境都市として駅から駅への輸送を支えていきます。このプロジェクトはほとんど完成に近づいています。もうオペレーションのフェーズに入っています。そして2020年かまたは2021年ぐらいに実際の運用に入ると予測しています。このシステムの中ではゼロエミッションの自動化された排出のないシステムを使おうとしています。そして400の鉄道電車を走らせようと、そしてドライブレスの自動の運転、そして各中央管制システムからコントロールができるような形にしたいと思っています。そしてそれを公共輸送機関につなげようとしています。そしてこういったようなシステムとサービスを展開しようと思っています。それによって車、社会の中で車を減らしていきたいと思っています。そして環境にも改善していきたいと思います。本当に素晴らしい事例ですね。サウジアラビアのような国、そしてリヤドの市、この石油を元にした経済ですけれども、そうしたところが今このような消費を減らして、そして環境への負荷を減らそうとしていらっしゃる。これは面白いです。でヒューストンもある意味で類似性があるわけですよね。この石油ベースの経済であると。しかしながら現在昨年出された報告書、ヒューストンナンバーワンという、これが経済成長の潜在性では全米一という報告書が出ました。でも今経済の多様化を進められようとしています。ではいかにヒューストンがどのようにしてそのようなアプローチを取っていらっしゃるのか、そして投資という意味でどのようなこの大きな事例があるのか教えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。その東京都の皆様もご招待感謝申し上げます。今日このような場でお話できることを、お話できることを非常に嬉しく思います。で私たちがこれまでヒューストンどういう状況だったかをお話ししましょう。1980年代、だいたい収入の経済の 70% から 75% から 80% は石油に頼っていました。その私たちの経済的な価値の8割がこうした石油天然ガス産業に頼っていたわけです。でもこれが今変わりました。 30% に減りました。2000年代の初め、だいたい2014年なんですけれども、 30% がエネルギー産業だということでした。そしてそれをさらに多角化しようとしています。例えば13万人の人がこの、その全米でも最大の医療センターにアクセスがあります。そしてこの宇宙プログラム、今年は最初に人類が月に到達してから50周年になります。でヒューストンが月に最初に行ったんだということをご覧に思っています。でそれから天然ガス、石油だけではなくて LNG のプロジェクトもテキサス・ルイジアナの沿岸地域に今建設中です。日本のコンソーシアムで100億ドルの LNG の、その輸出基地を作っておられます。でそしてそこを通じて日本に LNG を輸出するというプロジェクトがあります。ではエネルギー、将来の経済にどう定義するか、テキサスは全米随一のこの風力のところです。でヒューストンもエネルギーの 9割は太陽光風力です。そして多くの人たち、アメリカの人たちは覚えていると思うんですけど、2015年2016年には非常にアマゾンのこの本部のこの競争というのがあったのを覚えていらっしゃるでしょう。で全米の各都市がアマゾンの第二本部を誘致したいということで競争しました。でヒューストンもこの輸出というの総量という意味でも、またエンジニアの数という意味でも全米一です。そしてですから上位5位に入るんだろうと思っていたんですが、実際には入らなかったんです。でこれがヒューストン市にとっては警鐘でした。つまり私たちはこのこれまでの多角化分散化については満足しています。非常にエネルギーセクター、
この今ブームしています。でただ当時は少し下降気味でありました。そしてこの市長今この1期目の初年度なんですけれども、いかにヒューストンがさらに経済多角化していて、こうしたグローバルのこうしたテクノロジー思考、そして IoT 思考、そしてデジタルベースの経済にいかに対応していけるのかということに注力をしています。さらに経済をさらにエネルギーから、そして医療ベースからさらにいかに多国化していくのか、そしてそれをいかに成長を続けられるのかということが鍵です。そしてこれについては3つの大きな柱があります。そのうちの1つがまず民間企業主導ということです。しかし市としてもいくつかの非常に力強い政策を打ち出すことによって今後のデジタルエコノミーにおいてヒューストンを良い位置につけることができると思います。一つはスタートアップカンパニーへの支援です。例えばヒューストンにある大学を使ってですね、イノベーション回廊というものを作っています。でこのミッドタウンのエリアの施設を使ってイノベーション地区というものを作っています。でここにインキュベーターとかラボとかテクノロジー企業などがここに入って、そしてこの大企業ヒューストンの大企業からのテクノロジーを活用しながらも、それをもう少しディスラプティブなこのテクノロジーへと変えていく、そういった地区を作っています。そして官民パートナーシップです。いくつかの大きなテクノロジー企業と市が共同しています。例えばベライゾン、アメリカで初めて 5G ネットワークの街となります。そしてこれ 5G ダウンタウンエリア、あるいは商業地区だけでは 5G ではなくてヒューストン市全体、この市全域において 5G を導入する。それからマイクロソフトのスマートシティイニシアチブです。まず3番目がもっとスタートアップをもっと誘致したいと思っています。そのためにどうするか、シティヒューストンシティ、例えばエネルギー産業、あるいはこの医療セクターではライフサイエンスがあります。そしてもっと国際化を図りたい、もっと多くの国際的な人材を誘致したいと考えています。でこれらを通じてこのテクノロジーのハブに育てていきたい、シリコンバイユーにしていきたいと考えています。ありがとうございました。インフラへの重視、そして官民セクターによるこの協力、モントリオールでは、まあ、早くからこういうことをやっていました。この1990年代にインターネットがこのよりこの家電製品などにも普及していく中で、ケベック政府はこの企業を誘致して、そしてモントリオールあるいは周辺地域に誘致しようという活動をしました。例えばビデオゲームのデベロッパーとか、そうした会社がモントリオールに本拠を置くようになりました。つまりそれの次のラウンドが現在のデジタル経済の時代において起きていると思います。モントリオールはこのこうして誘致した人材をどうやって引き止めようとしているんでしょうか。はい、ありがとうございます。この間クリエイティブ産業、ビデオゲーム、アニメーションなどの中心地となってきました。ゲームオブスローンのファンの方いらっしゃいますか。はい、いらっしゃいますね。X マンご覧になった方もいるでしょう。ブレードランナーなどあるでしょう。これらのこの制作共通点があります。このアニメーションは実はモントリオールで作られたんです。ですのでモントリオールはこの世界でもゲームビデオゲーム制作では世界上5位に入ります。そしてこれは東京と並んでですね、そのような名誉に預かっています。そしてこのビデオ産業というのが AI のパワーハウスにもなってきています。そしてまたそれがこう地元からこう育っていく、そういう産業になっています。そしてマイクロソフト、 IBM などもこの分野において活動しています。でここで成功への鍵というのは、この部分の相和が重要なんではなくて、エコシステム、生態系なんですね。それがこれを可能にしました。でエコシステムの一番重要なことは何か、一つです。簡単です。人材です。人です。モントリオールでは私たちは幸運でしたが、大学都市です。実際
この学生町としては世界で最も良い学生町に2年前に選ばれました。そして AI ジョージ・ヴァン・ベンジオさん、モントリオール大学の人です。この人はもう AI の世界の一番有名な人です。でつまり教授とか学生とかが集まってくるわけですね。でここで重要なのはこの人たち自身もシナジーを生むんですけれども、この公共セクター、このモントリオール自治体などもまたですね、科学界の人たち、学術界の人たち、そして業界の人たちと一緒になって行う、これがその非常にこれからもその大きくなりうるエコシステムを作れるわけです。ヒューストンのように大きいわけではありませんけど、物理的にこのセンターを作りました。大学の人たち、あるいは民間セクターの人たち、そして AI の人たち、さまざまなフォームの形の IT の人たちが一つの町の、失礼、ビルの中に入っていろんなクリエイティブなことをしているわけです。でこのようなエコシステムを作るということが私たちがやってきたこと、もちろんこの人材を誘致するためには生活の質が鍵です。ですから楽しくて面白くて安全な街というのが重要です。でモントリオールではそういった要素が揃っていました。ですから人材を重視、そしてエコシステムを重視するということ、最後にこのいかに危険を避けるかということなんですが、 AI というのはいいこともできます。でも AI は悪いこともできるんです。モントリオールでは AI がの中心地ですから、私たちが AI が正しく使われるその責任を持っていると思います。ですので大学の人たちも業界の人たちも、いわゆる倫理考慮、 AI 産業のこの倫理考慮を作りました。昨年それはモントリオール宣言として発せられました。でそれに対して人々が自発的に賛同することができます。この AI の倫理的な使用を私たちは奨励していきたいと考えています。これがモントリオールの特徴です。つまり責任ある形で推進したいということです。大阪はどうでしょうか。松井市長、一つ私が印象的に思っているのは大阪市というのはその他の日本の都市と違ってですね、非常に多くの例えば多国籍企業のテクノロジー企業があったりというのと違いますよね。大阪では 99.6% の企業というのは中小企業だそうですね。そしてその多くが非常に迅速に変わっていると、例えば製造業も変わってきているわけです。非常に好奇心があるんですけれども、今大阪市というのはこういったような中小企業を支えるために何をしていますか。こういった中小企業が進化していって、そしてまた国際的な競争力をつけるために何をしていらっしゃいますか。今年の6月の28、29とこの両日にわたって日本で初めて行われるG20 の開催都市にこの大阪が選ばれました。その G20 を前にこうして世界の大都市のリーダーの皆さんと会議に参加できることを本当に感謝しています。ありがとうございます。大阪という都市は今お話しあったように 99.6% が中小企業の街で、この中小企業の皆さんが大阪の経済を支えてくれている。この皆さん方の成長の軌道、これを作っていくためにおおむね2020年までの10年間、この10年間の成長目標と目標実現のための取り組みの方向性を定めた大阪の成長戦略というものを策定をして実行しております。この戦略では地方政府の取り組みだけではなくて法制度の改革や創設、国など国として取り組むべきことや民間企業 NPO 法人などにも取り組んでもらいたい、そういうことを含んでおりまして、これまでの仕組みを大きく転換をし民間の活動を後押しする環境を整備することによって大阪の成長、中小企業の成長を実現していくものであります。この戦略につきましては社会情勢のこの変化に伴って幾度となく改定を行っており、直近の改定では新たに重点化を図る分野の一つといたしまして、第4次産業革命に対応したイノベーションの促進と生産性の向上というものを挙げています。これは大阪が誇るものづくりの中小企業の
強みの集積や厚みを第四次産業革命の技術と結びつけるものでありまして、また多様な産業分野において新たな技術を取り組み融合させることで業務の負担軽減や効率化を図り、人手不足の解消するとともに革新的な製品サービスを生み出して社会の課題の解決と新しいビジネス、そういうものを生み出していくことにつなげていきたいと、こう思っています。 Thank you. Thank you. There's a lot of wisdom in what you said there. I mean, I think what I appreciate is the acknowledgement of how we do have to really transform. You said that use the words to transform the past system. 変革とおっしゃっていましたけれども、変革は本当に重要ですよね。そして我々が都市で行っていることだけではなく、国レベルでもやらなければいけない。そして国レベルの改革も必要という話、非常に重要だと思います。それでは次なんですけれども、また別の視点からお話をしたいと思います。今の話では松井市長の話の中では、例えば生産性を上げる、そしてまた効率性を上げるという話がありました。そしてよりテクノロジー中心の都市に移行していくと、やはり人間性がなくなってしまうのではないかというリスクもありますよね。モントリオールでは人材育成が重要という話がありました。モントリオールに来る人たちというのは最近のテクノロジーの人々だけではない、いろいろな文化の人たちが入ってくるわけですよね。それではまたこの順番でいきましょうか。リヤドから始まって、どのようにリヤドは人間中心の社会として生き残っていきますか。生産とか、そしてまた経済成長だけではなく、本当に人間が住みやすい都市にするため、いろいろな人たちが来るためにはどうしたらいいでしょうか。そのポイントでは、まず最初にこの先ほどのですね、都市の戦略的計画の話をしたんですけれども、2017年ですが、サウジアラビア王国が2030年ビジョンというのを発表しています。2030年ビジョンの中では、新しい非常に野心的なプラットフォームということで、我々の国としてのプラットフォームを作ることにしています。この中では、将来リヤドの将来を考え直す主都市として、そして最大の都市として考え直すということが入っています。そしてその国としてという、先ほどお話ありましたよね。そして先ほど市長の方もスマートテクノロジー、スマートシティという話がありました。これは全ての都市での要件になってますよね。特に若い人口が多いところ、 60% のリヤドの人口は30歳以下なんです。ですからお分かりいただけると思うんですけれども、テクノロジーの利用、そしてスマートなんとかというようなものですよね、というのは本当に我々の若い世代に本当に重要なんです。実際リヤドでは、リヤドをスマートシティにしようとしています。スマートシティというのはいろいろな側面がありますけれども、我々は基礎的なインフラはもう持っていると思っています。スマート天然資源と私は呼びたいと思うんですけれども、特にこの砂漠の中にあるような都市、例えばアラビア半島の真ん中に我々はいるわけで、非常に短期的に雨季があったり、そしてまた水不足があったりします。リヤド市というのは何千年も前にできているんですね。非常に小さな人々の定住から始まったわけです。ハニーファというのは雨季、そしてまたこの冬季に人が移住することによって、この川の周りに人が集まることによって進行したわけです。そして70年80年の都市の進展の中で、この川がまさに建築資材の資源を取るところになったわけです。そしてまたそれを捨てるところにもなったわけです。リヤド、そしてまた開発のハイコミッションが85年にですね、これがまず環境制限都市として決めようということを決めたわけです。そしてその環境を立て直そうと、再生しようということで、2003年にはそれが終わっていると思うんですけれども、
その都市部の廃棄物を捨てる場所が公園へと転換したわけです。公の人が来る公園になったわけですね。そして最も魅力的なスペースになったんです。この住民のための公園を作ったんですね。そして G20 は私楽しみにしています。 U20 もそうですけれども、ぜひ来ていただきたいと思います。このように完全にこの環境的に一番汚れていたところが最も魅力的な都市の一つになったわけです。そしてもう一つのプロジェクトがありまして、リヤド市というのはアラビア半島の真ん中にあって、そして2つに分かれています。こっちがハニファ、そしてこちらが平坦な方なんですけれども、ドゥアディスリという東岸部があります。東の方なんですね。でここが今発展中です。そしてここで例えばこの自然の資源を使って水はけを作るとか、そういうことをやっています。何ヶ月か前、サウジアラビア政府が2030年ビジョンのもとに4つのメガプロジェクトを発表しました。これはスマートナチュラルプロジェクトと呼んでいます。キングサルマンパークというのがあるんですけれども、これは公園なんですね。その公園が13平方キロメートルあるんですけれども、ここでリヤドその半分のところが一般人のための公園で、もう半分がプライベートセクターが開発しているところなんです。それがリヤドの真ん中にあるんですね。すべての都市の人が集まれるところになっています。アクセスできます。もう一つはグリーニングリヤドです。緑地化ですね。これから12年間で750万本の木を植えようと、つまり1本の木につき1人の人口といった形です。そしてこの緑地化を進めているんですね。そして3つ目のプロジェクト、こちらも面白いんですけど、これはスモールブルバードと呼ばれています。135キロのブルバードを西東西でつなげて、そして街路をつなげるというわけです。そして片道3レーンの高速道路を作ります。そして地元の交通、そしてまた家族、男性、女性、そして例えば全てのスポーツに関連するものをそこに集めます。世界の中でも非常に珍しいものです。このような活動のサンプルを作ろうとしています。そして非常に大きな都市の魅力にしようと言います。最後がリヤドアートです。このアート、この線のアート作品をリヤド市全域にこの持っていこうとしています。つまりこの都市の景観、これは都市のミュージアム、文化物館です。で、私たちはもちろん砂漠の真ん中にありますので水が不足しています。しかしこのプロジェクトは非常に重要な環境問題を扱っています。というのは100万立方メートル以上の処理されている水があるんですが、この現在ではこの処理しているのが9000立方メートルです。私たちはこの4つのプロジェクトなどを通じて、そしてその他のこのディストリクトクーリング、地域連合などを使って、この処理、この100万立方メートルの水を処理できるようにしたいと考えています。ヒューストンではこの水の問題というのはこのヒューストンにとっても非常に頭が痛い問題だと思うんですが、現実的には次の隣のセッションではですね、防災セッションをやっています。2017年の8月、ヒューストンではハリケーンハービーが起きました。で、大規模な洪水によって家屋が破壊され、そして人命が失われ、そして非常に大きな経済的損失が出ました。ヒューストンはこのどのようにこの
再興、その復興を考えているんでしょうか。つまり私たちがこの新しい、この極端な天候の時代に生きている中で、ヒューストンがこの経済活動するにあたっても安全な街にするためにどうしたらいいんでしょうか。2017年のこのあれは500年に一度のですね、洪水でした。で、本当に大きな課題というのは、ヒューストンではこの500年に一度のこの洪水が2015年16年17年と連続して起きているのです。ですから何かが起きているのははっきりしています。これはヒューストンだけの問題ではなくて、世界中の都市が直面している問題です。各都市がこのような変化の影響を被っているのです。で、ヒューストンではもちろん水資源に関してはまた違う関係を持っています。つまり非常に平坦な土地で、このメキシコ湾にみんな水が流れるわけなんですけれども、それとヒューストン市との間も全く平坦な土地が続いています。ですから、このいかに経済を多角化するかにおいてもこれが非常に重要です。もちろん気候変動というのは本当にこれとはもう全く違う次元の課題ですけれども、私たちができること、一つは規制です。つまり新しい建築基準を施行する。これまでの建築基準ではこの100年に一度のこの洪水に耐えられるように、現在では500年に一度の洪水にが来ても大丈夫なような建築をする。そしてこの建築基準がこの短期間ですごく増水するのにも耐えられるようにする。これはハリケーンハービーの状況に耐えられるということです。そのためにはこの貯水池、それからこうしたこの貯水池からメキシコ湾へのこの水の放流というものが適切に運用されるということが必要です。そしてこうしたことすべてに関して、いかにテクノロジーを使うかが重要です。インターネット、もののインターネット、これもそうなんですが、いかに洪水センサーについても新しいテクノロジーを使ってですね、いち早く人々に警報を出すか。そして例えばもしもこの通りを車で走っているときにですね、携帯電話にこうした警告が出るとか、それから洪水マッピングについてももっとこれを良くして、住民が自分たちでより良い判断ができるようにする必要があります。それに対する対処だけではなくてですね、災害が起きた後のこの復旧復興でもより良く対応できるようにするためです。そしてこの国際的な取り組みもしています。デンマークでもこうした強靭性に関する会議を行いました。つまりやはりデンマークも非常に低地の国ですから、こういったところからこの学びます。そしてアルゼンチンでも、まあこの排水のためにですね、巨大なインフラを作られていますが、こういったことからも学んでいます。つまりヒューストンではこうした取り組みに学びながら、できるだけ早く対策を取っていきたいと考えています。ありがとうございます。先週非常に大きな発表がありました。ここにいらっしゃる方ご存知ないかもしれないんですけれども、モントリオール市がカナダ全の都市、この5000万ドルの資金を獲得されました。スマートシティチャレンジという競争に勝たれました。で、その時のそのモントリオールからの市民提案というのが、この市民参画ですね。つまりレジリエンシーとか、あるいは最新の技術を活用するというだけではなくて、人々のモビリティ、そしてこの健康な食へのアクセスなど、そして日常生活に関わることにも取り組んでいらっしゃるということでしたね。モントリオールのテクノロジーの活用を教えてください。はい、このスマートシティコンペティションというコンクールがあって、それに勝ちました。かつてはスマートシティオフィスっていうのがあったんですけど、今ではそれはないんです。で、説明しましょう。スマートシティという概念、これは往々にして技術側からのその提案なんです、ね、つまりこれだけの技術があって、これで問題を解決できますよというアプローチなんです。で、私たちはスマートシティオフィスをやめて、アーバンイノベーションラボというものを作りました。それがまず第一。そして2番目に、ロッテルダムの市長が先ほどのパネルでおっしゃっていました、
でこれはスマートシティではなくてスマートピープル、人が問題なんだということをおっしゃってましたね。だからこのコンクールの一環として私たちは市民に対してどういうこの問題に関心がありますか、そしてそれについて何をしてほしいかということを聞きました。いろいろな提案が出ました。モビリティに関する提案、そしてモビリティはもちろん驚くことはありません。誰もがですね、もっと自由に移動できるようになりたいと考えている。そしてもう一つはインターモーダル輸送についても関心があった。またモビリティについて話をしているとき、インモビリティ、つまりモビリティがない状況、動けないという状況、つまりダウンタウンに行くのではなくて、この別の場所に行くのではなくて、自分が住んでいるところで買い物もその楽しむことも全部自分の近隣のところでやりたいと、つまり動かなくても住むようにしたいということを言っていた人がいたんです。で、そしてこういったさまざまな解決策提案が出て、その後にデータ、そして技術のソリューションが出されるという、そういう方向なんですね。で、この健康な食へのアクセス、まあ、人はもっと新鮮なこの地元で採れたものを食べたいと言っていますね。でそれは人口の中でも非常にこの脆弱なグループです。ですからこうした消費者の要求があると、そして生産者は市場を探している、そしてその職を変容することでビジネスを作りたい人たちもいる。だからこういった人たちを一緒にすることによって、まあ、何ができるだろうかということを話してもらう、そしてその後にどのようなテクノロジーがお手伝いができるかということを考えるということなんです。ですからこれがスマートシティというモントリオールの考え方、だからどういうテクノロジーがあるかじゃなくてどういう考え方を持つのかが重要なんです。でそれが私たちの考え方の一番中核にあるものです。で先ほど人材の話もしました。つまり結局は人なんです。この人材の後にこの人材が技術を追うという言い方がありますけれども、モントリオールでは反対なんです。人材がいるところに投資がやってくるんです。ですからつまりいわゆる格好付きのスマートシティというのはまずこの人から始まる、市民から始まるのです。そしてデータの活用、これは重要ですけれども非常にいろんな難しい問題もある。だから責任を持って使わなくてはなりません。ですからモントリオールでは今原則を作ろうとしています。データの活用に関するデータ原則です。でこのシティフォーデジタルライツ、デジタル権利のためのシティというイニシアチブ、たくさんの都市が参加されていると思いますけれども、いかにデータとテクノロジーを責任ある形で使うかということもこれから追求していきたいと考えています。はい、私たちにとってもう本当に素晴らしいイノベーティブだというふうに思うんですが、一方で日本もまたですね、私たちよりもある意味では先んじていたと思うんですね。日本ではこの先ほどもこの小池知事も言っていました、ソサエティ 5.0 で、これをですねいかに技術革新を活用しながら実現していくかという話をされていました。松井市長、どのようにこの第4次産業革命この中でどうやって社会の課題に応えていくのかということが重要だと思うんですね。そのビジョンを大阪で実現していくために、特にどのようなことを考えていらっしゃいますか。特に技術のリスクを最小化し、その便益をいかに最大化するかについてお話をお聞かせください。地球上のこの課題を解決するためには我々は技術革新とさまざまなアイデアを募集して技術を革新することに取り組んできました。ただこの技術革新というものには功罪両面があります。利益を最大化をし負の遺産を最小化するためには持続可能でかつ全ての人に開かれた新技術や産業の創出発展が不可欠であります。そのために重要なのがこの指標と重要な指標が国連が定めた SDGs であり、日本でも SDGs を踏まえてソサエティ 5.0 のに向けた取り組みが進められています。 SDGs を達成しながらソサエティ 5.0 を実現をする目指すことが今大都市に求められていることだと捉えています。大阪は日本を代表する都市で、これまで新たな商品やサービスを
生み出し続けてきました。東西二極の一極として日本を牽引する成長のエンジンになる大都市、そこを目指しています。その一方で近代化の過程でですね、煙の都と呼ばれるほど大気汚染や水質汚染、地盤沈下などの公害、これらを過去を経験しました。山岳間の英知を結集することでこのマイナスを乗り越えてきた経験があります。そうしたことも踏まえまして人類共通の課題の解決をするために大阪は今年6月の G20 サミットや2025年の国際博覧会の開催地に名乗りを上げ選ばれたわけです。1970年の大阪万博では当時としては最高の6400万人の方々を世界から大阪にお迎えをいたしました。2025年大阪・関西万博の開催により大阪をこの万博会場を実験場として世界の英知が結集をされ、今後持続可能な命輝く未来社会のデザイン、そういう世界を作れることを、が実現できるように期待をしています。万博やオリンピック・パラリンピックなどの大規模国際イベントは世界中の全ての人々に開かれた舞台であると、そう確信してますんで、今後世界をリードしていく都市としてこういう機会をこういう機会を捉えつつですね、世界の皆さんの英知を結集し持続可能な地球を世界を構築していかなければならないし、大阪はその役割のしっかりと担っていきたいとこう思ってます。ありがとうございます。それではこのパネルの結論の部分に入るんですけれども、皆様一人一人に一つだけ最後にコメントをお願いいたします。 G20 が来月ありますよね、大阪で。そしてこれは G20 の国々、特に G20 の都市がですね、よりコラボレーションをするというチャンスでもあるわけです。一人一人何かおっしゃっていただけますか。簡単に我々のディスカッションに基づいて都市がよりこれからコラボレーションするためには何をしたらいいんでしょうか。私はより環境問題が我々の都市に克服できればと思います。大阪サミットまでまだ少ししかないんですけれども、来年はリヤドサミットでありますので、 U20 アジェンダの中でこれを継続していきたいと思います。イノベーションと強靭性という意味でお話をしましたけれども、やはり人を魅了するということ、そして教育するということ重要です。我々のフォーカスはいかに最高の優秀な人材を備えていくか、そしてその人たちが住みたい都市を作るかということですよね。お互い構築し合う、そしてテクノロジーデータの世界の中で一つ我々がやらなければいけないのはやはり主権であります。どういうことかと言いますと、都市にはアクセスが必要です。データへのアクセス、そしてこのデータを使って都市を開発させなければならないわけです。そしてパブリックセクターとプライベートセクターとの関係の話をしました。例えば非常に大企業にはデータがたくさんあります。都市はそのデータにアクセスがなければいけない、メカニズムを作らなければいけないと思います。都市、国の政府もそうです。ですから都市が協力をする、そして 国政府も協力をしなければならないと思います。同じ課題がありますから、やはりこの公共財ということを考えなければならない。世界中の全ての人がその一人一人の人生において人生最後まで豊かに過ごせる、そういうものとサービスを生み出したいと思っています。そしてそれを生み出すきっかけとして2025年の大阪・関西万博を開催をいたします。大阪・関西万博のテーマは命輝く未来社会のデザインです。これは世界中の人に争点を当てて、人々がいかに豊かに暮らせるかというものを実現したいということで万博に立候補をいたしました。ぜひこれから日本中の英知を集めて2025年には世界の人々を幸せにする技術とサービス、
生み出しますので、今日ご参加の皆さんにもぜひ2025年の万博に参加をいただきたいと思っています。 Thank you. So, you know, the Governor Koike小池都知事がですね、まず一番最初に力のある協力関係の中で都市のサステナビリティを作りましょう、そしてまた住みやすい、そしてまたデータへのアクセス、そしてまた人間中心のアプローチをしましょうといろいろな話が出ました。これはこの対話の終わりではありません。これは始まりです。次のために我々は個々に都市として何かをやるだけではなく一緒に協力をしてやらなければいけない、そしてこの世界を進めなければならないと、そして私子どものところに帰ってですね、誇れるような世界にしたいと思います。皆様もそうだと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは真ん中にお越しください。皆さんで写真を撮りたいと思います。Thank you very much. 松井市長、そしてノーマルティン大使、そしてオルセン様、そしてアルファリスト様、ありがとうございました。そしてメリット様、ありがとうございました。